こんにちは、トモレビチューブです。今回は番外編として琵琶湖博物館をお送りします。毎月第3日曜日は家族ふれあいサンデーということで、滋賀県民の方は常設展示場が無料で観覧できます。なんと駐車場も無料です。受付で駐車券と免許証を提示してください。この日は夏季連休の最終日で多くの方が来ておられました。A 展示室です。古代400万年の生い立ちです。B 展示室です。人類2万年の歴史です。C 展示室です。近世の暮らしです。水族展示室です。淡水魚の水族館です。一部の水槽は調整中です。近日中に別動画にて360度カメラ散歩をお送りします。
ドローン散歩です。では、この辺で。